はいはい、どうもどうも。いやー、なんか暑くなってきましたね。ね、日経平均がですね、すごいっすよね。また先も上がってるんですね。まあ、こうなってくるとなんかいろいろああしとけばこうしとけばみたいなのは、まあ後付けですからね、こういう時の。こうしとけばよかったみたいなのはね、まあ結果論ですよね。とりあえず日経が強いですよね。今日はでも進行も上がったんだっけ。今日はちょっと上がってますよね。でも本当全く上がってないに等しいですもんね。だからやっぱ体感より全然勝ってないみたいな感じは、まあ、みんなそうだと思いますけどね。先物直でやって買いでやってる人以外は多分なんかなんとなく、いやいや日経よりみたいにはどうしてもそういう相場なんで、まあまああんまりそこの辺は気にせず言った方がいい気がしますけどね。テーマみたいなのがちょっとでも見えなくて、じゃあこれどこまで行くんだみたいなことになってくると思うんですけど、でも本当長かったんですよね。2万5000から3万みたいなところが長かったんで、本当ね、2021年から2年以上大きなボックス相場みたいな感じだったんで、まあ、ここが長ければ長いほど抜けたら早いなっていうのは、まあ思ってたんですけどね。でもね、やっぱね、勝手に決めるのは良くないんですけど、それをまた今回も思ったんですけど、3万円で1回止まるって思っちゃったんですよね。ねえ、あそこですよね。3万で1回止まると思ったら加速して、なんかね、3万の時より3万1000円の今の方が買いやすいように感じちゃうのが多分罠なんですよね。多分、まあ、そういうもんなんですよね、株ってね。なんか3万より3万1000円の方がなんか買いやすいように見えるのは簡単に上がるからだって、簡単に上がるのはもう結構そこが天井みたいになるから、まあ、だから僕は今はもう半力みたいな感じですね。もう半分だけ買いでついていくけど、もう降りながらなんで、だからもうこれ以上上がってもう全部降りたら、もうそこから先はもうどれだけ上がってももう仕方ないみたいな、まあ、本当そういう気持ちになりつつあるわけですよね。あとはもうこの進行が、日経が上がった後上がるのか、日経が下げた時の挙動で、まあ、分かると思ってるんですけど、日経が下げた時に同じように下げるようであれば、ただただ相手にされてないだけなんで、日経下げた時に少なくとも下げないぐらいじゃないと、下げないか逆に上がるぐらいじゃないと、ちょっと直近の未来ない感じがしますけどね。まあとりあえずそんな感じで今見てますけど、本当こんだけ構築してきたファイヤー講座がもう壊滅したんで、まあ、解体したんで、なんか寂しさを覚えつつ、でも、まあ数年間の配当分値上がりしたんであれば、まあ今売っといたら逆に数年以内に買い場が来ればいいかなみたいな気持ちで減らしてるっていう感じですね。なのでそう考えるとまあ楽になるんで、まあこういうの難しいですよね。正解がないですからね。まあでも本当相場はいい時と悪い時は必ずどっちもあるんで、まあそういう配当狙いみたいなやつは、まあなるべく悪い時に買っていい時に売りたいから、まあしょうがないですけどね。ただいい時っていうのは本当むちゃくちゃいい時の初動なのかもしれないんで、一回押した時にある程度買い直すのか、もう次のそういう大きな下落まで待つのかっていうところで多分選択肢を迫られるんですけど、今は売りってこと、いや僕は段階的に減らしてるって感じですね。だから全然買いは買いですけど、段階的にこれ以上上がっていくんだったら減らすよみたいな感じですけど、まあ分かんないですけどね。じゃあ一回そこで押し目来た時にもう一回全力で買うかもしれないですし、その時の感覚でしかないんですけど、今一回も押さないんだったら減らしていくよっていうくらいですかね。
ただやっぱり取り切れてない感じはしますね。こうなるって去年から読んでって、まあ、言ってたのに、公言してたのに、じゃあ実際日経がこんだけ上がって言った本人がどれだけの乗れてんのって言われると、なんかちょっとお恥ずかしい感じがしちゃうんですけど、そんなもんですよね。デッサさん、中長期投資がメインとの認識ですが、どんな投資スタイルなんですか？中長期といっても決算書を読み込むファンだ、イベント投資、受給読みなどたくさんあると思います。まあ、僕もともとデイトレ出身でデイトレーダーだった時が長かったんですけど、最初10年ぐらいデイトレーダーだったんですけど、まあ、そっから来てるんで、だから多分決算書を読み込むファンだとかより、その受給読みとか、まあ、イベント投資あんまりしないですけど、まあ、そっちの方が多分得意っていうことに2、3年ぐらい前に気づいて、それまではファンダの決算書読んでとかも やってたんですけど、でもあの某井村の出現によって、これはこの土俵でやってももう全然違うわと思って、自分これ無理だわと思って、あんなできないわと思って、やっぱこっちの方が自分にはしっくりくるみたいな方に行ったって感じですね。なので今はもちろんそれを見てやることもあるんですけど、何でもやるんですよね。何でもやるけど、じゃあ何割どこに、何割はどういうふうにやるかってなると、多分なんかひらめきとか、そういうひらめき8割ぐらいでやってると思いますね。ひらめき感覚みたいな、そうですね。だから出たとこ勝負みたいなのが多いですね。出たとこ勝負の方が対応しやすいみたいな感じですかね。決めちゃってたら、日経3万までって決めちゃってたら、もう3万以上触れれないとか。でも3万超えても強いから、じゃあこうしようみたいにやっていくから、別に3万1000円でもポジション残ってるみたいな、なんか、まあ、そんな感じですかね。それは多分決算書読み込んで数字決めて、いくらってもういくらになったら売るって決めちゃってたら、多分普通には取れてもバブルは取れないんです。まあバブルっていうか、まあ行き過ぎは取れないんですよね。だからこれが今の3万1000円が行き過ぎなのか、それとも3万2000円になるのか、3万5000円になるのか、4万になるのか分かんないですけど、でも多分このまま4万になっても売りポジには、いや4万になったらなってるかな、多分なってないと思うんですよね。まあ4万になるってことは強いわけじゃないですか。だからその強さを毎日感じてたら、結局それに沿ってポジションを取ることになるから、自然とその買いが多くなってるっていう感じですかね。自然というか、その相場に任せてる感じなんで、あんまり自分の意見がないんですよね。自分の意見決めるとなんか、まあ、分かんないんで、決めれないっていうのが正解ですかね。自分の意見あんまり決めれないんで、分かんないんで、だからあんまり必要以上というか、必要な分だけでも多分見ないんですよね。ここもありますけど、なんか A バランスとか、なんか毎日いろいろやってるじゃないですか。僕はあの、例えばラジオで喋ったとか、みんな多分めっちゃラジオ聞いて、みんないろいろ書いてくれてるんですけど、僕はそのラジオ聞けないんで、な40分とか多分あったんですかね、もっとあったんですかね。あの時点で多分もう、ああ、しんどいって思っちゃうから、でもツイッターみんな書いてくれてるから、ああ、そうなんだと思って、ただその書いてるからって、それ100% 信じても、まあみんな違うことも書いてるから、なんかそれ総合して自分の意見足して、みたいな感じなんで、今日友達がね、なんか、僕も関心持ってたと思うんでって言って、なんか、工場の写真かな、なんか、誰かツイートしたやつを送ってくれたんですけど、僕はそこまで話がちょっとよく分かってないんで、工場があったらいいのか悪いのかも分かんなかったんで、まあ、ありがとうって送っときましたけど、まあ、それぐらいの知識しかないんで、なんかすごい知ってると思われることが多いんですけど、あの僕はその銘柄に対しての知識は本当それぐらいなんで、概要ぐらいしか知らないし、なんで工場出てきたのかはちょっと分かんないんで、それでも全然それぐらいの方がいいっていうか、まあ、僕にはそれぐらいの方がいいんですよね。それ以上なんかやっちゃう方が変になんか感覚じゃなくてそっちになっちゃうんで、なのでそれプラス値動き
合わせれば、みんなこう考えてるけどこうなってるから、じゃあ個人はこう考えてるけど個人じゃない人は逆考えてるよねとか、なんかそんな感じを見ますかね。はい。ただなんかみんな書いてるように、なんかまずいことになる可能性があるんだなみたいなのがわかるから、だからロットはそんな入れれないなとか、そんな感じですね。だから中身あんまり分かってないし、ただまあ値動き見てれば大体わかると思うんで、そっちでやってますかね。いつくらいに日経が3万1000円になると想定してましたか？そういう感じでは思ってなかったですね。とにかく日経が上がるだろうみたいな。去年だって戦争とかいろいろあったじゃないですか。でインフレは起きて物の値段は上がってるわけだから、だからそのお金の価値は下がってて、でいろんなとこが値上げしてて、値上げしたら額面上は利益は伸びる、上がるはずなんで、同じ商品売っても額は大きくなって、インフレになってお金の価値が下がって、戦争起きても株価下がんないってなったら、あとなんだっけな、あとなんか 2,3 個なんか理由があるけど、これで日経横なんだったらむちゃくちゃ強いんじゃないかみたいに思ったんですよね。極めつけにそのインフレとかすごい後半に来たから、だからもうあとこの結果が出てくれば、あとPBR 1倍問題、 PBR 1倍問題とか、そういうのを合わせて考えると、日経自体は、他の国は分かんないですけど、日経自体は上がる可能性上がるよねみたいな感じですね、っていうのを思ってたんで、3万1000円とかなんかそういう考え方じゃないですね。簡単に言うと、下がる材料出ても下がんないし、上がる材料は後でたくさん来るからってなったら上がるでしょっていうだけです。日経がここまで上がると知っておけば、何をしておけばよかったと思ってますか？だから年末に PBR 一倍割れ的なやつが来るとしたら、バリューとか全然来てないバリューとか来るってな想定すると、まあ高配当のやつは来やすいよねとか、高配当の中でも一倍割れてるやつだったらもっと来やすいよねとか、なんかそういう感じで持ってた群があったんで、それを今売ってるっていう感じですね。そういうのもないわけですよ。普段やらないじゃないですか、そういうのって、そういうやり方って。だから普段やらないやり方、普段やってるやり方しか持ってなかったら、そこでそういう新しいのって多分生まれないし、発想が生まれないし、できないし、やらないと思うんですよね。でもそこで今起こってることに対してどういうアプローチが一番いいのかっていう視点でずっとやってると、今こうだから、じゃあきっとこういう銘柄たちはしばらくしたらこうなると思うから、この群今のうちに買っとこうみたいな、まあ、普段はそれ当然それを一昨年にやっても意味ないわけじゃないですか。そういう話が来てとか、海外のインフレが来てとか、どうやらコロナ終わるからインバウンドで、しかも日本安いからいっぱい来るよねとか、なんかそういうのって今年だからあるわけで、だからそういうのって多分手法というか固定できないと思うんですよね。今年しか使えないっていうか、今しか使えないと思うんで、だからそういうのをずっとひらめくというか、考えてるのかな、まあ、そうですね、考えてるのか、思いつくみたいな感じですね。うん、まあそれが向いてるというか、まあそれが一番なんか今起こっていることに対応していった方が、なんか結果食らうのも少ないんじゃないかなみたいな。やばってなった時に、今やばいって思ったらもうそのやばいに対処するわけじゃないですか。だからファンダでがっちりのやつで、その難しいのって、もう明らかにこれは何ヶ月後の決算が必ずいいでしょうみたいになった時に、じゃあなんとかショックが起きた時にどうするか問題みたいなのって、まあ、なんとかショックまでいかなくても、なんか全体がどうにかなった時とか、明らか全体が弱い時に固めちゃってるから動きにくい問題が出ると思うんですよね。まあ、そこのバランス、まあ、自分もそういうのをする時あるし、そういう銘柄も今ありますけど、ただそこを臨機応変に、じゃあ半分損切りとかできるのかとか、その損切りしたやつをまた上で買い直せるのかとか、そういう臨機応変さっていうのは結構なんか大事な気がしてるんですよね。まあ、自分は大事にしてますかね。